は心から感謝します。私は自衛隊最高指揮官として皆さんのことを誇りに思います。皆さんは我が国周辺での警戒監視日夜高い緊張感を持って臨んでいきます。日本にくださる苦労は計り知れません。しかし皆さんの努力を積み重ねがこの国とそして地域及び世界の平和と安定につながっていきます。皆さんが備えることで国民が日々増えなく過ごすことができています。厳しさを増す安全保障環境の中にあって国民の命や暮らしそして我が国の領土、領海、領空を断固として守り抜くことの決意のことより一層安全に励んでください。